暑すぎ。着替えてきた。タン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 。髪の毛ボッサボサ。いいよ。よいしょ。スノーちゃん、タクちゃん、ナナシちゃん、一福さん、こんにちは。ナナシちゃん2100回目やって、おめでとう。トロちゃんファネビラップありがとう。フェイザルちゃん、おつたき様です。絶賛お腹痛い痛いです。聞いて、昨日さ、ずっとさ、その女の子の日について喋ってたじゃないですか。私自分のこういう感じなんだよね、毎回喋るんだけど、結構よく喋るじゃないですか、この話について。で、昨日喋ってたじゃないですか、もう多分もうちょっと来る、もうちょっと来るみたいな、もうちょっと襲来するぞみたいな、もうちょっと開幕開幕っつってた。昨日の夜来た、怖くない？やっぱまあ自分の体調だからそれは分かるんだけど、まあなんか本当に2、3日前からすっごい食欲も湧くし、なんかだるいなとか体だるいなとかすごい思ってたり、いろいろ体調の変化があるなみたいな感じで思ってたら本当に来てた。すごくない？怖っ。しかも今日お腹めっちゃ痛いし、今日めっちゃお腹痛い。少しでも気分が落ちないように違うことを考えようと思う。なんか痛い。プル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 お腹がプルプルする。お星様50巻でギフトとポイントご協力ありがとうございます。本当にお腹痛い、本当に辛いんだよね。でもお腹すくし、やることまだあるし、どうしよう。やることあんのに全然やること手につかないし、覚えなきゃいけないのも覚えらんないし、もうなんか自分が嫌になってくる。ごめんなさい、お腹痛い。
もうしんどい。しおじいちゃん50カウント、お星様と50カウントありがとう。現在イベント中なので、お星様50カウントギフトとポイントご協力よろしくお願いします。みんなの前ではね、笑ってたいよね。亀吉ちゃん50カウントありがとうございます。みんなありがとう。ごちゃごちゃや、真ん中がごちゃごちゃや。もうお昼だね。今日朝早かったんだよね、起きんの。なぜならお腹痛くて。こういう時になんかさ、なんていうの、ペッパーくんみたいなお話聞いてくれるロボットとかいたらさ、なんか緩和されそう。あのちっちゃいさ、ロボットみたいな、おしゃべりできるロボット、会話できるロボットとかあったらさなんか何も考えずにそいつと喋ってすればさ、そいつと喋ってればさ、考えることもないからさ、いや余計なこと考えたりさすることもないからさ、なんかそういうことに関してはそういうの欲しいよね。そういうロボット、まあ相棒的な、相棒的な感じでアイボ的な感じで欲しいっすよね。もうそれでいい、マジで。今はめっちゃお腹痛いし、お腹痛くても配信はするんだけどね。マシャタン来ないかな。マシャタンいるかな。マシャタン、マシャタンいない、いないか、さすがに。フィオナの消失、フィオナの消失、さよならさん、こんにちは。永久医療師ありがとうございます。フィオナちゃんいないか、さすがに。じゃん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 、頭の中から離れないこの歌、やばい。なんだかんだ言われたってやりたいことやる。お、かわいい。ショールームダービー、おおすごい、やつ集め中。絶対に。うらぎちゃんめっちゃ配信するね。すごい。うらぎちゃんにお星様投げようと。皆さん、うらぎちゃんにカウント応援お願いします。私お星様どこに投げたんだろうってぐらい、お星様なくなってんの。あ、エリさんとこに投げたんや。高梨さんとこ投げたんやった。ナイスチャーマネベラップありがとう。なんかたまにチラってショールーム開いたときに、なんかチラって毎回ショールーム開いたときに
自分の知ってる人とかが仲良くしてくれてる人とかのやつを見るとその子のところ行くでピュピュピュって投げて帰るみたいな。こんな感じでいつも行く。ハマグリわかんないや。私ハマグリ大好き。かわいい。ハマグリわかんないやつ。私貝類大好きなんだよね。牡蠣が一番好きなんだけど、まあ、みんな知ってる通り私牡蠣が一番好き。牡蠣と牡蠣も好き、ハマグリも好き、アサリも好きだし、シジミも好きだし、サザエも好きだし、粒ポボーのさ限定の、あこれ 100G なんや。本当にポボーのやつ、なんか私チャレンジでもらえるやつだと思ってたわ。新人ライバー応援キャンペーンやって、新人ライバー応援キャンペーン、ファンレベル10。新人ライバーなんて応援されたらそっちに目移りするやろが。新人ライバー応援キャンペーンって何？クロートライバー応援するキャンペーンを作ってくれよ。クロートライバーは応援されないのか、ショールームに。なんでやねん。クロートライバー応援しろよ。本当にイライラするな。新人ライバーなんて応援したらそう、応援したらそっちに行くやろ、みんな。みんな絶対だって浮気症じゃん。もうメイクしてる。まいちゃん。お、ヒムロックさん、ネタフリックスさん、こんにちは。ナイスチャンマルブロック。ありがとう。新人ライバー応援されたらね、たまったもんじゃないですよ、こっちからしてみれば。ファン奪われちゃうかもしんないのに。嫌なキャンペーン。嫌なキャンペーン。嫌なキャンペーンやな、ほんとに。マウニーさん変身しよう。なん、あー、ナムナムちゃんありがとう。
ポシくんさんこんにちは、タズタロちゃんこんにちは、タズタロちゃんハッシュタグタキちゃんたち11人目ありがとう。タズタロちゃんマシャタンにさ、マシャタンにさ、あれマシャタンだっけ、ちょっと待ってね、マシャタンだった気がするんだよな。マシャタン、マシャタンいないかな、マシャタン、マシャタンいないかこのルームに。さすがに今あれ配信してるかな、あの子ショールームにコラボしてやってください。え、したやん、ショールームコラボしたよこの前、ショールームコラボしたやん、ショールームコラボ前よね、眉毛しっかり描くタイプ。マシャタンいる、マシャタン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 、マイク、あ、かわいい、アンナちゃんいる、うわ、すごっ、パイナップルのタワーめっちゃ立ってる、すごいな、アンナちゃんのルーム、えげつない、ピーちゃん、駒田、年齢非公開なんだピーちゃんって、初めて知ったわ。私年齢とかどうでもいいからな。あ、中澤ちゃんの。この時間帯結構なんか配信してる子多いな。ノアちゃん。S4 すごいね、結構知ってる人配信してるけど、マーリリンは配信してないかな、違った、許せねえ、私マシャタンか、私から注意しておきます、許せねえよな違うマシャタンに、マシャタンにありがとうって言いたくて、そのマシャタンにお礼を言いしたくてマシャタンのことを探してるんですよ許せないとかじゃないよ、マシャタンにお礼がしたくてマシャタン探してるんだけど全然現れないから、どうしようかなみたいな、どこどうしようかなみたいな、ありがとうとかじゃ礼には呼びませんいやいや礼には呼びませんよ、でもなんでタズタロちゃんが言うねん、めっちゃおもろいから、めっちゃおもろいやろそれは、それは面白すぎるやろ、礼には及びませんよ、及ぶ及ぶ、及ぶ及ぶ、ひろひろひろさんこんにちは、こんにちは、新潟市38度いただきました、ありがとうございます、全然ありがたくねえよ38度いらねえよ38度も、どうぞどうぞ、私はすごく嫌38度さあ、お
ジュノンがいっぱいいる。ジュノン。かっこいい子いるかね、ジュノン。メダコ、かわいい。どんな人が配信してんだろうな。あ、ジュノン。ジュノンかな。車の中でおにぎり食べてる。よくわかんないゲームしてる。ゲーム配信したいな、私も。どうやったらゲーム配信できるんだろう。もうギター弾けるイケメンがいるんだ。ギター弾けるイケメンがいるぞ、みんな。楽曲提供イベ出たいね。楽曲提供イベ出たいけど、どういう曲を作りたいかっていうのをまとまってから出たいなと思って。あともうちょっと落ち着いたりしたら、もうちょっといろんなことが落ち着いたら、私の中でいろいろ落ち着いたらやろうかなみたいな。べきな楽曲提供イベントに出ようかなと思います。まあやっぱバズる歌を作りたいよね、今だと。今だと何が流行ってんの。ともちゃんさん、こんにちは。バズる、おい、テロップ配信の子人多いな。テロップ配信の人多いな。すごい。ハジメブルの匂いでかな今。私もここが飛んでけそう。甘いなな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 。 TikTok で流行ればワンチャンバズね、バズるんですよ。でも TikTok をやらない女がどうやって TikTok でバズらせるんだって話なんですよね。TikTok 難しいっていうか、だっていうか、あくびが出る。勝利ちゃん、こんにちは。TikTok やったらみんな見てくれます？ TikTok やったらみんな見てくれる？その前にもっとファンクラブ作りたいし、作りたいこととかもたくさん、やりたいことたくさんあるんですよ。だからファンクラブ、まず最初にファンクラブを作る。よろっと作んなきゃいけないなと思ってる。よろっと作りたいですね。もうずっと作りたいっつってずーっと保留されてるものなので、よろっとファンクラブ作って、でそのグルチャっていうのを始めて、ねファンクラブ限定のファン限の面限みたいな、面限ファン限みたいなのを作るのイベントをしたりね、そういうのしたいなみたいな感じで思っておりますけど、まあ自分がこの活動しているうちにできるかどうかわかんないんですけども、それが叶えられる夢かどうか、叶えられること物事かどうかわかんないんですけど、まあ
できる限り自分がやりたいことやれたらいいなとは思っておりますので、はい、だからやらないで後悔するんだったらやれって感じなので、私の性格上本当に、なのでやりたいことはやっていこうかなと思いますので、その辺をね、ファンのみんなは全力で、全力じゃなくてもいいんだけど、私はどれに対しても全力でいつも挑んでるし、真剣に全力で挑んでるので、皆さんも、ね、真剣に全力で一緒に頑張ってくださったら、応援してくださったら嬉しいなっていう気持ちでいてますいつもそういう風な気持ちでいてます。まずは25日、まあ楽しく配信できたらいいな。もう25日あさってやん、どうしよう、やばいわ。なんかもうお腹痛すぎて歌える気せん、本当にお腹痛いし頭も痛いし耳も塞がるし、いやだね、体も重いしね、頑張んないとなんだけど、まあ頑張るっていうか楽しむことを前提なんで、楽しい、自分が楽しむことがまずモットーなんで、 YouTube は自分のやりたいこと、自分のやりたいやり方、そういう方向で、まあ、遊び感覚というより遊び、まあ、仕事感覚より遊び感覚、楽しさの方を重視してるって感じなので、まあ、それはそれで私のやり方でやらせてもらってますけども、なんでちょうどその25日に重なってしまったのか、それが本当に不快でならない、25日と26日25、27に重なってしまったのか、女の子の日が、たかが女の子の日って思われがちなんですけど、もう私にとっては地獄なんですよ、この日々が。この日々がすごい地獄すぎて何も手につかないんですよ。本当に何も手につかない、つけられないほど情緒不安定になって、体もお腹も背中も頭も痛くなるので、本当に申し訳ないけど25日一曲も歌えんかったらごめんね、具合悪すぎて。もう直人さんのライブになるかも高橋直人さんのライブになるかも。私はちょっとタンバリンでも持ってこうかしら。やれるもん、やれることはやりたいのでね、ちょっと盛り上げることならできるのでタンバリンを叩こうかな。本当にじゃあしょ、うんたん、うんたんって分かった、カスタネットでうんたんするわ、うんたん、うんたんわかるかな、ね、元ネタ分かってくれたら嬉しいけど。よっこさんこんにちは、よっこさん来てくれますね、上の初の夜行列車降りた時から青森駅は雪の中、北へ帰る人の群れは誰も無口で海鳴りだけを聞いている、私も一人連絡船に乗り、凍えそうなカモメ見つめ泣いていました、よし頑張るわ、歌歌おうか。あ、もう30分過ぎちゃったよ、私が自由すぎてごめんねみんな、ありがとう、お星様魔力カウントギフトと。こんな配信誰が見んのって思ってる私自分の。もう最近さ本当にさ、なんか考え事
っていうか、なんか最近結構バッドモード入りやすくて、バッドモードのこんな感じだけど、結構なんかいろいろ考えちまって、本当にいろいろ考えちまう時期なのか、お年頃なのかわからないんですけど、結構なんかポジティブに考え、まあ、起伏が激しすぎて、でもまあだいたいさ3割ぐらいポジティブでいられるんだけど、7割ぐらいはあんまりポジティブでいられないのね。でそれが別に今日っていうことではなくて、今日こういう体調だからとかではなくて、こういう体調だからとかじゃなくて、別にそういう別に普段普通に過ごしててもそういう気分になるの。あーほいさま、ありがとう。ケイビンちゃん、お昼休みに見てます。あら、ありがとうございます。お昼休みに、おきれいやすみはウキウキモッチン、あーちこーちこーちこーちいいと思う。お昼休みはウキウキモッチンですね懐かしくね、じゃん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 。辛い時期、辛い時期っていうか、なんていうか、ない、その周期みたいなの、そういう周期ない？私結構あるんだよね、自分の中でそういうのが。結構本当に考えるタイプなんで、なんでいいと思って終わったの？タモリさんの、タモリさんが限界なわけではないよね。間違えちゃった、再選曲するわ、ごめんね。ゲロさんのうどんの歌がなんでこんなにも上に行ってんのかよくわかんないんだけど、原因を取り除けたらいいんだけど。でもね、結構ね、原因はね言えないんだけどねまあでもショールーム頑張っていきたいなっていう気持ちはあるのでね、頑張りたいですけどもって感じかな。あ、ねえ、これ出だしがさ難しいね。もう一回やっていい？歌い直しっていうボタンつけてくれ。この前歌えなかったから、これ。風に戸惑う弱気な僕、通りすがるあの日の影、本当は見た目以上涙もろい過去がある。止めど流るさやか水魔性の日よ。あんなに好きな人に出会う夏は二度とない。人は誰も愛求めて闇にさまよう定め、そして風任せを My destiny、涙枯れるまで見つめ合うと素直におしゃべりできない。津波のようなわびしさに I know 怯えてる。魔法が溶ける。
しそうな空眺めて波に漂うかもね。わかんね。きっと弱な酒を水メモに旅立ちを宿は涙見せずに大人になれないガラスのような恋だとは I know 気づいてる身も心も愛しい人しか見えない張り裂けそうな胸の奥で悲しみに耐えるのはなぜ。ピーちゃんだるま、ありがとう。ナピちゃんと絶対会うときにちは、ありがとうございます。ピーちゃんピーヨン、ありがとう。鏡のような夢の中で微笑みをくれたのは誰、好きなのに泣いたのはなぜ、思い出はいつの日も28からのぬいぐるみ作成イベントもガチなのでね、皆さんご協力よろしくお願いします。4日から CM ナレーションイベントもガチイベ、2日間、2週間続けてガチイベありますので、どちらもガチになっておりますので、皆さんご協力よろしくお願いします。どちらかが一方ガチイベなわけではなくて、どちらもガチイベなので、どちらかというものはなく、どちらも全力でイベントには参戦させていただくので、よろしくお願いします。たくちゃんにみょんぷちゅっちゅ、ありがとうございます。なので来週の28日からぬいぐるみ作成はイベも皆さんぜひともご協力応援よろしくお願いいたします。28からのイベント、かゆ、なんかね、どっちかがガチでどっちかがガチじゃないみたいな感じの雰囲気で出されるとね、本当に嫌なので、私はナイスちゃん、ファンレベルアップ、ありがとうございます。どちらも全力で真剣に私は挑んでおりますので、どのイベントも全てにおいて私は全力で挑んでるつもりですので、皆さんもよろしくお願いいたします。はちちゃんこんにちは。なんかを作るイベントとか何かをする、違う、その番組に出るとかそういうイベント以外はガチじゃないみたいな雰囲気結構よくね、あるんですけども、そんなことなくて、私は全てにおいてガチイベだと思って、ガチでイベントしてると思ってるので、よろしくお願いいたします。それがね、伝わるか伝わらないかって結構難しい部分なので、大変なんですよね。正直。ああ、お外からお星様、ありがとうございます。
どっちかに絞らなきゃいけないっていう部分は私はないと思うし、うん、別にわがままであってもいいと思うんですよ。だからぬいぐるみ作成イベがガチじゃないと思われることとかもありそうなんですけど、あのガチじゃないことは絶対にないんで、よろしくお願いします。はちちゃんこんにちは、ありがとうございます。うん、なんか間違われると嫌なので言っときます。28日からのイベントも、そして今やってるイベントも私は真剣にやってますので、よろしくお願いいたします。ゆるイベとかは正面あんまないと思ってるんで、うん、私の中では何が緩いとか特にあんまり思ったことないので、どのイベントも一応ガチなのでね、よろしくお願いいたします。何かがガチって、何かだけがガチってね表記されるとちょっとね、そっちだけが真剣だっていうふうに思われちゃうかもしれないので、ゆるいべなどないと言いますからね。ゆるいべなんてないですよ。きーちゃん50巻とありがとう、読んだね、何回言うねんねそうですよ、ゆるいべなんてあんまないですからね。あんまっていうかないですよ、うん、何かをゆるくしようっていう気持ちもないですからね、私は正直言ったら。配信者たぶさんはみんなそう思ってるはずです。何かを緩くしようなんてさらさらないと思ってます。でも表記一つだけで、言い方一つだけ、表記一つだけでそういう風な形で理解される部分もあるのでね、そこだけはあの汲み取り方が違う、汲み取り方がね人それぞれ違う形で見られると思うので言っときますぬいぐるみ作成イベント28からのぬいぐるみ作成イベント、まずそこをあの頑張っていけたらなと思います。そこからまたそのギアをあのギアチェンしてさらに高みへ目指したい。ショールームでの可能性を、ショールームでの可能性とか自分の絵の可能性を試してみたい。まだ続けられるのか、自分がこういう活動を続けられるのか、配信を続けられるのかという部分もねちょっと見てみたいなとは思いますね。何のぬいぐるみ？自分のぬいぐるみを作るイベントです。自分のオリジナルぬいを作るイベントになっております。うん私どっちかがガチとかマジでないので、うん、そうそうそう、まあ、そういうのってね伝わりにくいんですけども、一応口では言っとこうかなと思いますうん、ふざけて配信してる風にも見えるかもしれない私の配信はね。でも面白くなかったら良くないじゃん、興味
毎回こんな真剣にさやってたら疲れるしさ、みんなもさ、なんていうの、ずっと気張ってなきゃいけないじゃん。でも気張ってほしいなんて、気張るようなことはしたくないし、それ以前のに楽しまなきゃいけ、楽しんでほしいっていうのがモットーっていうか前提で配信してるので、みんなが気を張るようなことはどうなんだろう、まあそこまでさせた、なんて言うんだろうね、難しいですね、そこら辺は配分っていうか割り切りというか、なんて気負らずにゆったりまったり配信できたらいいなと思って配信はしてますね。まあとりあえず28からまたこのイベントが、歯のイベント終わり次第また今度はぬいぐるみを、自分のオリジナルのぬいぐるみを作成するイベント1週間頑張りたいと思います。そしてまた次の週には、CM ナレーションのイベント、頑張らさせていただきますので、どのイベントも絶対に気を抜かず全力で配信させていただいておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。私は全てのイベントにおいて全力で、立ち向かって、いけたら全力全開で行く所存でございますので、皆さんが全力で行くかどうか皆さん次第なんですけど、一緒の気持ちでいてくれたら嬉しいなと、一緒の気持ちで挑戦してくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。皆さん次第ですからね、そこら辺は。私が全力で頑張るのはやっぱ私自身の問題でもあり、問題というか私自身のことでもありますから、それは当たり前に、本人がねちゃんと全力出してなかったら、それは周りだってね全力出さないわけですから、私はどのことに対しても常に楽しく全力でやりたいなと思っております。そんな風に思ってなかったらやんないしね、もはや毎日配信、そんな風に考えてなかったら毎日配信なんてしないし、毎日配信するとしても1日1枠だけしか配信しないと思うし、何十分何時間も何十分も配信しないと思うんですよ。みんなはね絶対にどっちかに絞った方がいいとか、効率とかどっちの方がどっちか取るみたいな、二頭を追うものは一頭も得ずだよみたいなことを言ってくる人はたくさんいるんですよ。そういう人の方が絶対多いと思う。別にまだ2頭追ってないんだからさ、まだ2頭追った経験がないんだからさ、正直言ってねえ、2頭追ったっていいじゃないね、わがままにいっぱい追わなきゃ、毎日別に何頭追ったっていいんですよ。追いたいだけ追えばいいと思ってる私は、正直言ってわがままに生きていい、そこで得るものがあるかどうかもう自分次第だと思うし、自分次第、自分のなんていうの、実力次第だと。だから私は私なりにそういう気持ちがあるので、どのイベントも全力で行きたいなと思います。
の気持ちを理解してくれなんて私は思わない。毎日のために15分だけやっつけ配信する方もいますからね。でもさ、15分だけ配信する、毎日15分配信を続けるっていうのって結構すごいことだよ。24時間のうちの15分かもしれないけど、その15分でもしかしたら違うことができたりするかもしれないのに、その15分をショールームに費やしてるんですよ。なぜなら応援してくれるファンがいるから。なんかやっつけ配信だっていう見方もする人もいれば、自分たちのためにファンのために配信してくれてるっていう気持ちをで見てる方もいる、まあ、だからそこがまた人それぞれだよね。どういうふうな形で、どういうふうな、ね、捉え方、やっぱそれもね、そういうところがありますんでね。でもその子は毎日配信続けたいっていう気持ちってことはもうすごい頑張ってると思うので、頑張りがなかったら毎日15分さえも絶対続けないと思う。今日ぐらいいいやってなっちゃう、また明日やればいいやってなっちゃうから、うん。だからその15分のやっつけ配信かもしれないかもしれないけど、続けてるっていうのはすごいすごいことだと思います。毎日15分間歩くだけでも私は無理ですからね。私が毎日15分歩く、毎日15分ストレッチする、毎日15分何かをするっていうね、それさえも私はできないですからね。だからそれができないけど、ショールームは毎日配信できる。そこのね、何が違うってね、やっぱ応援してくれてる人がいるんですよね。やっぱショールームを続けてたからこそ、こうやってみんなに出会えてることもあるし、みんなに応援してもらえるようになったこともあるし、こうやって配信者さん、ショールームのスタッフさんにも知られるようになったし、すごくいいことだらけ。続けられないものと続けられないものがあって当たり前だし、無理に続けることもないし、嫌だったらやめてもいいのに、続けてるってことは嫌じゃないから続けてるんであって、できると思って、自分ができると思ってやってることだと思ってるので、全てにおいて頑張りたいなと思います。ショールームに関しては。なるほど、そうよ。その子はもしかしたらさ、15分だけやっつけ配信してるって言うかもしれないけどさ、本当に配信する時間が15分しかないかもしれないんだよ。毎日のために15分やっつけて配信してるって 見られるのも仕方ないと思う。15分しか配信しなかったらね。だけどその子の生活において本当に配信する時間が15分しかないかもしれないんだよ。忙しすぎて、家事があって、仕事があって、子育てがあってとかさ、もう本当に仕事が忙しすぎて、年から年中仕事があってみたいな、本当に15分しか配信する時間がないのかもしれないよ。やっつけかもしれないけど、どっちかは分かんないじゃん。その子のさ、全てを知ってるわけじゃないから。だからその貴重な15分かもしれないんだよ。その15分その子にとっては。でもそれを配信に回す、その貴重な自由にできる15分を配信に回してたとしたら、その子はとってもすごいことをしてると思う。私は私はそういう風な捉え方の方が楽しいし、応援しがいがあるし、いいなと思いますね。
自分が気持ちいい、自分がいいなって気持ち的にポジティブになれる捉え方をする方が人生も楽しいと思うので、みんなも考えるときにそういう考え方をした方が心も楽になるし楽しく過ごせるんじゃないかなと思うのでおすすめしますよ。カピオちゃんこんにちは、ありがとうございます。ということで1時になるのでこの枠終了しようかなと思います。この枠もお忙しい中、見てくださった皆様配信ありがとうございました。チャージアップしていきたいと思います。13位からまさぽんちゃんありがとうございます。12位ななしちゃんありがとうございます。11位はちちゃんありがとうございます。10位のりおちゃんありがとうございます。9位ひさちゃんありがとうございます。8位トロンちゃんありがとうございます。7位てっちゃんありがとうございます。6位トンピーマンちゃんありがとうございます。5位なもなもさんありがとうございます。4位すのすのさんありがとうございます。3位はこうしーありがとうございます。2位じゅんぼうさんありがとうございます。そして1位がとこ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 ちゃーんたくちゃーんありがとうございます。壇上皆さん、アリーナ席の皆さん、お外から応援してくださった皆さんありがとうございます。 Thank you みんなありがとうございました。846人皆さんありがとうございました。ということでね、この歯のイベントもぜひともね皆さん応援していただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。27日までのイベントなので、27日まで歯が命イベント頑張っていきましょう。よろしくお願いします。そして28日から、ぬいぐるみ作成イベ、こちらもガチイベとなっておりますので、ぜひとも全力で応援していただけると、お力貸していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてまたそれが3日までで、4日から、CM ナレーションイベが始まりますので、すべてにおいて全力で頑張っていきたいと思いますので、一つずつ一つずつ乗り越えていけたらなと思いますので、その時その時は応援の方よろしくお願いします。ではお疲れ様でした、ありがとうございました。